ハストモココロさんのインタビューです。テーマは日々感じ方がどんどん変わっていくというのはどうしてでしょうか。それはね、日々の波動が自分自身の波動っていうのが常に違う状態だから、あのね、夜眠りました、朝起きます、その状態でもうすでに波動がリセットされてるんだよ。昨日っていうもの自体のリセットされてるから、だから新しい自分に生まれ変わる。だから一日一日が新しい自分って思った方がいい、だから違って当たり前、同じであることはないんだよ、ただそれだけ。ありがとうございました。